はい、それでは今日もレ集部をしていきたいと思います。今日はお金を寝かせて増やしなさいというタイトルの本をご紹介したいと思います。でこの本も最近のお金についての勉強の一環で買った本です。で発売は2017年の12月ですで。内容はですね、インデックス投資というもので一貫して書かれていて、そのインデックス投資という方法で資産運用していく方法ですね。 が書いてありますではっきり言ってちょっとこの本を読むまでそのまあインデックスっていうものと、えー、アクティブ運用っていうものと、まあ、全然その違いっていうのが分かってなくてですね、まあ、はっきり言って今でもその本を見てこうこう違いですっていうふうに言われればまあわかるんですけどもそれ実際に具体的にどれぐらいその うんとインパクトがある意味がある違いなのかというところとかですねあのその辺はよく分かってませんけれどもまあ、あの世の中にはそういう等信、えー、託というものがあってその等信託というものをまあ、対別するとインデックスとアクティブというふうに分けられるそうですで、えー、とまあそのアクティブというのは、うん、と基本的に、まあ、一般に株のイメージ としてて持たれているような、まあ、安いときにその、まあ、株であったり債券というのを買って高い時に売るというのがまあアクティブ、まあ、まさにその言葉の通りなんですけどもアクティブな運用の仕方をして儲けを狙うというのがアクティブ運用ですね。でそれに対してインデックスというのは、えー、と基本的にその、まあ、各出指数、まあ、そのインデックスというものに対して連動していくような運用成果を目指していくと。 いううことだそでですで例えば日経平均が経平均株価とかですねトピックスとか、えー、まあ、あの有名な、えー、指数があると思うんですけどもまあ、それと同じように、えー、そういういそれを目指してその、まあ、パーセンテージその成長と同じ成長をするように、えー、まあ、運用するっていうのがまあ、インデックスだそうです。でえっ、ー、とまあ、ちょっと難しい話はあのこの本の中であのもう紹介されてませんし、まあ、自分まだまだ全然理解できてないんですけども、まあ、実はですねその アクティブ運用とインデックス運用というものまあそのファンド運用というものを、えー、まあ比較するとですね 基本的に、えっと、インデックスの方が勝率がいいということが言われているそうです。でそれはなぜかというと、まああの、これは自分にも納得できたんですけども、基本的にその市場の先読みというのは、まあ、プロでも難しいと、まあ、これまでなんとなくそのお金について勉強してきた中でも何度もこの言葉は耳にしましたし、例えばじゃあリーマンショックであったりとか、えー、あとは地震とかですね大災害というものはもちろん予想できません。で、あの大災害とかというのはもちろんそう絶対予想できないんですけども、例えばリーマンショックとかサブ プライムローンっていうのはですねえー、と、まあ、変な話、えーまあ、日本あ日本じゃえっ、ー、と世界の,その資本主義経済においてはまあ、起こるべくして起きたというかですね後からその起きていることっていうのを紐解いていけば、えー、と多分まああのなんかプロだったらわかるんじゃないかなというような気がしたんですけどもそれでもやっぱり多くの人が予測できなくてまああの大損をしてしまったとでそういうことがあるのでえっ、ー、とそういった中でもそういうことを前提として 投資をしていくインデックスという方法の方が、まあ実は儲けは出るんですよっていうことがま書かれてます。でこれはあのー、まあなんとなく他の本でも書いてあったりしたんですけども、まあ改めてこのインデックス投資というところだけに着目して書かれていると、まあ、非常にわかりやすくて、えー、あのもちろんその具体的に数字でですね、そのアクティブとインデックスとどっちが、えー、勝率がいいかということをあの説明してるんですけども、あの非常にわかりやすかったです。はい。 でまあ、考え方としてはその基本的にそのすべての経済っていうのはまあみんなが頑張ってですね資本主義経済においてはみんな頑張ってちょっとずつ成長していくようにまあできてるんだとまあそれを信じているという考え方が元にあって、えー、もちろんこういう未曾有の大災害とかそういうものが起きた時にはガクンと下がるんだけれども、まあ、あるところではです、ね、必ず回復してきて平均をして長い目で見てみると。えー その儲けっていうのがありますよっていうのがそのインデックスの基本的な考え方ですねで今長い目で見てっていうふうに言いましたけれどもだからそのインデック,投インデックス投資のまあデメリットとしては短期的に売買をしてえっ、ー、とこうなんていうのかなお金をまあ稼ぐっていう方法ではないので基本的に長期運用っていうのが前提になっているとで基本的にこの中でも何度も強調されてるんですけどもその管理の方法としてはもう基本的には触らないともちろん積み立てていくんですけれども 基本的にはその1年に1回、えー、リバランスしたりとかそういうこと以外は基本的に売り買いはしないともう、えー、一定の金額決まった金額を積み立てていくだけで、えー、もう高いからといって売らないし安いからといって買わないということだそうです。 でこのの辺ももままああの中で説明されれてましたけれども、えー、と基本的に人っていうのはその高くなってくると売りたいっていうふうになるんだけれども、えー、それだとまあもう少し上がる局面でも何、えー、て言うのか早く手,放し手離れしてしまいやすいし、えー、下がっていく局面だとどうしても、えー、とまあ買いたいっていうふうになるんだけれども実はその下がる局面っていうのはまだ下がる余地があって、えー、と実はそれでも高。 掴んでしまっていると高づかみしてしまっているということが結構あるんだそうです、ね、まあその辺の心理面とかも含めてまあアクティブ運用と比べてもまあ実績がいいっていう風に説明されていますこの辺はまああのー、なんとなくわかるような気がしますはいであとはですねこの中非常にいいなと思ったんですけどもあのー まず、えっと、こういったそのインデックス投資というのが、まあ、どういうものであるかということを、えーまあ、1章2章の辺りで説明をしていてその後にまあイデコと、えー、ニーサっというものについて、えーまあ、簡単に説明しているんですけれども、まあ、そういった基本,の基本的なことだけじゃなくてです、ね、この筆者がじゃあ具体的にどういうふうにリスクを管理してきたかとかそういったところについても、えーまあ、その精神的な部分とか現実的な生活面を考えてもあの非常に丁寧に説明されていていいなと思ったのは例えばですねリスク強度として、えーまあ、いくつか えとまあ、あの考え方がありますとで年内に貯蓄可能金額がどれぐらいあるかということであったりとか、えーまあ、公的年金を運用している GPIF がまあどれぐらいリスクを負ってるかとかあと夜ぐっすり眠れるかどうかとかですね、まあ、どれぐらいの金額であったら自分がリスクを許容できますかということに対して、まあ、こういった考え方がありますということが書いてありますでその一方でまあ個人的にはですね、えー、と数字があると結構安心するんですけどもその不確実性多分ボラティリティとかっていう言葉とまあ同義だと思うんですけども えっとまあ、もちろん投資にはリスクがありますと、でそのリスクっていうのを見積もる時に、えっときに、基本的にその平均値があって、まあ、プラスになる可能性とマイナスになる可能性と、えー、どちらもありますと。 で今、えっと、その市場が基本的に将来に向けて成長していくっていうのは、ちょっと一旦置いておいて、例えばじゃあ3%成長するんだったらその金額を置いておくと、まあ、平均値というのがまあプラスマイナスゼロにあって、えー、確率論的に損する確率が10%、えー、プラスになる確率が10%というのがありますと、まあ、そういう考え方ができると思います。でそうすると正規分布というのがまあきれいにかけて、えーと、そうするとシグマというものが出てきます。それは標準偏差なんですけれども、えー、標準偏差という数字があって、まあ、それに対してまあ1シグマを取るのか、2シグマを取るのか、 をを取取るるののかかシグマを取るのかでこの中ではまあ基本的には2シグマをえまあリスクある程度起こりうるリスクとして考えて、えー、まあもちろんプラス2シ,グマが2シグマになればいいですし、えー、と長い目で見ればプラスマイナスゼロになるんですけどもそうじゃなくてまあ自分がえーまあ耐えれないえ状態までリスクを負ってしまうともう再起不能になってしまうのでそうならないために えっと2シグマのマイナスが起きた場合にそのリスクに自分が耐えられるかっていうふうに考えるといいですよってことが書いてあります。 あとはこの中の中で後半に出てくるのはえっとまこの方が投資をされていた時っていうのはリーマンショックであったりとか東日本大震災とかですねそういった事件が事件というかそのま事象があったのでま実はその2シグマじゃなくてもう少し安全に見て3シグマに振っておくとかそういう考え方もま人によってはあるんじゃないかとあのそれはまあ個々人のまあ考え方やリスクの取り方によって判断すればいいんですけどまそういう考え方か 考え方もありますよということが説明されていますこの辺もまあ非常に丁寧で,で、すねまたその本人がまあどういう苦労したかということが中に書いてあって、あの後半にはですね実はその2004年ぐらいだったと思うんですけども、そこからインデックス運用している時にに、どういうふうに元本が積み立てられていって、まあ、あの資産として元本あれしたのか、回復してきたのかということが書いてあります。結構2008年とかですね11年というのはまあ非常にいろんなことがあったんで、まあ、あのコンデータが。あの 書いてあるというのも非常にいいなと思います。でその各機関でですねえっ、ー、とまあそのポートフォリオが日本株式、先進国株式、新興国株式、日本債券、どういうふうにプラスマイナスして、えー、元本取と、えー、資産が変動したかということが書いてあって、これ非常に、えー、面白いと思います。ははいであととそそうでですねで、えー、とまあその えーとポートフォリオの組み方もですね、えー、と以前ご紹介した本とはまたちょっと違ってるんですけれども、えーとまあ、この方のおすすめのポートフォリオの組み方っていうのがあって、まあ、非常に面白いなと思ったのはです、ね、その株式と,、えーと,国えー、と債券、ね、の組み合わせの考え方っていうのが非常に何、えー、て言うか現実的で。 面白いいなと思いました、えー、と日本の株式と先進国の株式と新興国の株式とあとは日本国内の債券、えー、ですねそれを組み合わせてポートフォリオを組むことによって、まあ、リスクを下げながら、えー、リターンを、えー、上げられるともちろんその両方上げられるわけじゃないんですけどもリスクは、えー、とある程度、えーえー、と日本の国内の債券で抑えておきながら、えーまあ、株式でリターンを狙うとで考え方として えっと、米国の国債,国債っていうのは買わないとでなぜならば国債の動きが小さいっていうのは日本国債でも、えー、十分利益は享受できるしまたそこに為替の変動要因っていうのが乗ってきちゃうんで、まあ、あの米国債っていうのは買わないっていうような説明がありましたこの辺も非常にあのリーズナブルであのあそうだなということが、えー、納得感があったので非常に良かったなと思いますはいあとはあとそうですね中にはあの結構あのネット証券の手数料の紹介その、まあ、ネットっていうかそのいろんな えっと手数料もですねこう一覧表になっていて、まあ、管理運用管理費用が何%、年何パーセントで、えー、ここがおすすめですよとか、ですねインターネット証券、具体的にこういうふうに口座を開くことができますよとか、そういう説明がされています。はい、であとは、いいなと思ったのは、インデックス投資という時にに、まあ、ガクンと下がった時にですねどうしても売りたくなってしまうんですけども、まあ、そういうもんじゃなくて、 まあなんとかそこで踏ん張ってまあ持てるかどうかっていうのが非常に重要ですとでまたそうやって持てる状態を維持するためにもさっき言ったようなその2シグマ3シグマで自分のリスクがどれぐらい共有できるかっていうことをまあ事前にはっきり決めておいてその範囲内で運用することによってこの長期のインデックスの利益っていうのを享受できるんですよっていう、まあ、あの説明がされていて、あのー、非常に納得感がありますねでえっ、ー、とその中でまあついこう売りたくなってしまうっていうそういう衝動を えまあ抑えるためにもです、ね、いろいろなあの本の書籍の紹介がされていてまあ自分はこういう本を参考にしながら、えー、こういう辛くなった時にこういうふうに耐えましたとかですねえっ、ー、といくつかこういうインターネットのサイトがあるんでえっ、ー、とまあ考え方についてもう少し勉強したい人はまあ読んでくださいとか結構あの丁寧な紹介があってあの非常にリアルにですねああのー、まあ運用されている方が苦労しながら、えー、こうインデックス投資の、えーえー、なんていうのかなこう 運用してきたと、こ、ま、ら、あ、えながらやってきたという、そのリアルな感じと、まあ、あの科学的な説明っていうのが非常にバランスされていて読みやすくて、あの興味もダーっと一気に読んでしまいました。なので、あの非常におす,すめの本だと思います。で、えっとまあ、帯に書いてますけど、えー、著者自身の損益と心理まで公開したプロにも素人にも書けないインデックス投資案内だと。 ちょっとこれプロにもし素人にも書けないっていうのはわからないんですけども感覚的には非常によく分かりますね。あのプロが書いたようなすごく難しい内容でもないし逆に全くの素人が書いているような内容でもないんであの非常になんていうかなあの読みやすくてかつ勉強になるという内容だと思います。安心して投資したいすべての人にお勧めしますということが、えー、山崎はじめさんの経済評論家の方ですね。この方のコメントとして書いてありますということです。 でこの方あの、この著者の水瀬健一さんという方はです、ね、ブログもやられているみたいなので、えっとまあ、あのブログを調べてみようかなというふうに今思っていますが、えっとまあ、私のようなその金融リテラシーをまあ今、増やし始めた、まあ、金融について学び始めた人にとってはあの非常にいい本なんじゃないかなというふうに思いますあの、まあ、興味がある方はぜひ読まれてみるとあの何かしら気づきのある本じゃないかなと思います、はい、今日は以上です